ドゥ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 ドしましまレギンスでちょっとボロいパンツだからあんま見えない、T シャツにカーディガンで、リメイクしてもらったネックレスもつけて、本番までもうちょっとです。あ、40分じゃない、あと1時間40分あるんだ。1時間40分、ありますので、これから会場に行って、来てくださった皆さんに挨拶をしようと思います。それでは頑張ります。山ちゃん頑張れ。あ、音がやんじゃった皆さんこんにちは。いっぱい人がいるちょっとこの人を見たら緊張してきました。挨拶は、寒くなりそうなので早速、今日のステージのスペシャルゲスト紹介します。先ほど歌っていただきましたシンガーソングライター工藤エリナ、さあ、今日の、私のライブが実現するのは、この今日のライブの主催の AIM、NPO 法人厚木インディーズの皆様、そして音響の皆様、そして何より工藤エリナっていうシンガーソングライターの力があって今日のステージは実現することになりました。ありがとう。とんでもございません。とんでもございません。山田隆文紹介されてありがとうございます。今日の自分にご褒美を、昨日の自分にありがとうを、明日の自分にからあなたにこの歌を捧げよう。 No, no, yeah. 今日の自分にご褒美を、昨日の自分にありがとうを、明日の自分にエールを、僕からあなたにこの歌を。今日の自分に山田隆文の久々の歌を、昨日の自分に工藤エリナの素晴らしい歌声を、明日の自分にエールを、僕からあなたにあなたにあなたにこの歌を。ふみちゃんねえ、もうね、私ね、何年前だろう、3年とか4年とか前に初めて、ふみちゃんの、ライブをね拝見させてもらったんですよ。その時に衝撃を受けまして、うわ、なんかすごい、もう泣きそうになってですね、私はですね、私工藤エリナと申しましてって言って、ご挨拶に行ったんですよね。そう、今ね急いでお水飲んだらね詰まったトラブルがつきものだね。うん、いいじゃない、そんなのも。だって今日プレ復帰ライブです。プレ復帰っていうのはね、初めて僕のことを見た人はちょっと分かんないと思うんですけども、一時期厚木出身のプロミュージシャンとしてやってた時期があったんですが、ちょっと途中で体調を崩しまして、全て、白紙に戻しました。そこからですね、
体調を崩したのがちょっといろいろ治療して1年2ヶ月ぶりにステージに帰ってまいりました。ただいま。おかえり。嬉しい。しかもこんなに人いっぱい。まあね、僕のこと見に来てくれたお客さんだけじゃないと思いますよ。まあ大丈夫ですね。今日はですね、嬉しい気持ちいっぱいで歌いたいと思います。ちょっと動揺してますけど、深呼吸ほう。この間ね、次、歌わせてもらうのが私の、工藤エレナのオリジナルで心の歌という曲なんですけども、この間ねふみちゃんの歌もいいという、ネットで見れる、うん、なんだろう、ライブ、うん、生ライブ、うん、がで私の曲を、この曲をね、心の歌をカバーで歌ってくれてたんですよ。はい、それがね感動しまして私、はい、嬉しくて。ありがとう。今日はね、うん、心の歌を2人でお届けしたいなと思います。私の手は暖かくて生きてると感じる。人は悲しみの中果てしなく感じるけれど、あなたのことみんな思っているよ。どうか諦めないで、流した涙の分同じだけ月は嬉しいこと待っているはずだから、大丈夫、大丈夫、きっと大丈夫、何度でも歌うよ。泣いたらありがとうございます。もう一度大きな拍手を。工藤エレナ、ありがとうございます。山田貴文。